知ってると絶対使えるバンズクリップで毛先まで綺麗にまとめる方法をご紹介します。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこのバンズクリップを使って毛先まで綺麗にまとめる方法をご紹介します。蒸し暑くね、なってきてる季節、もうすぐにパパッとまとめたいという時ってあると思います。まあそんな時にね、まあゴムだったりとか、いろいろピンだったりとかでまとめる方法もあるとは思うんですけど、このね、バンズクリップ結構持ってる方も多いかなと思うんですけど、これを使ったら簡単に毛先まで綺麗にまとめれます。なのでね、まあ急にちょっとまとめたい時だったりとか、出先でね、髪の毛が邪魔だなだったりとか、湿気で広がってきたなっていう時に結構使えるかなと思いますので、ぜひよかったら覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。では始めていきます。まずブラシでしっかりと溶かして髪の毛をまとめていきます。で、まとめる位置はだいたい耳よりも少し下あたりぐらいでまとめて、時計回りにねじっていってます。こんな感じで、でバンズクリップを根元の方に歯を外側に向けながらバンズクリップで挟みます。こんな感じで、で一度挟んで、このまま毛先を少しねじって折りたたみます。でこのクリップを少し横に回転、こんな感じで回転させながら歯を開けてグッと挟みます。こっちの外側を挟むようなイメージでグイッと挟んであげるとガッチリと止まります。で、毛先の部分が出てきている方もいらっしゃるかなと思うので、この部分もちょっとねじって中に入れ込んで、もう一度挟み直す。そうすると毛先も綺麗にまとまります。毛羽立ちだったりとかがもしあったらバランスを整えて、動かしても固定されてればこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。結構簡単じゃないですか。もうねじってクリップに挟んで、で折りたたんでもう一度クリップに挟み直す。で毛先の部分はね、出てきてたらくるくるっと巻いてね、中に入れ込んでもう一度挟む。たったそれだけです。意外とそれで結構ガチッとこうやって揺らしても取れない状態になりますので、もちろんね、このバンズクリップちょっと強めのアームのやつの方がいいかなと思うんですけれども、普段ねこのバンズクリップ使ってるけどあまり使いこなせてないっていう方に関してはね、この方法結構便利かなと思いますので、ぜひねやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。